チャオ、あっちゃんです。ここ最近ね、ちょっとね、グレートコンシですグレートコンジャクションっていうね、地の時代から風の時代に変わるっていうことでね、人間断捨離っていうことでね、一緒にいてはいけない人とか、切らないといけない人っていうのがいてるっていう動画がよう上がってんねんけど、最近よ、その、目に入っていくから見んねんけども、みんな結構ね、人をこう話す、危ない人を話す、危ない人とも縁切るってよく言うねんけど、これね、京都に安いコンピラグって言って縁切り神社ってあんねんけど、そこね、縁切りができる神社で、この人と縁切りたいって言ってお願いしたら縁が切れるって言われてるぐらいね、よく聞く神社らしいね。まあそこにはね、人との縁切るとか、人が不幸になれみたいなのは叶いますよって語るらしいねんけど、あっちゃんも行ったことないんだけど、まあそういうところでね、縁切るってよく言われてんねんけどね、人間ってね、縁を切るっていうことはすごく良くないことやねんね。で、縁結びって言ってね、縁結びって言ったら男女の関係、いい彼氏ができますように、いい彼女ができますようにっていうのが縁結びってよく言われるんだけど、そうじゃなくね、人と人との縁、縁結びの神社ってよくあんねんね、いろんなところにね。で、その縁結びっていうのは人と人との縁やねんね、もう一緒に結んでくれる。で、その中でダメな人っていうのは世の中にはいてないのね。ダメなことしてて気づいてない人はいっぱいいてるけど、ダメな人間ってこの世の中いてないね。でもそのよくね、配信者さんが言ってるのは、ダメな人間は切らないとあなたがダメになりますよみたいな配信やってんだけど、あっちゃんそうじゃないなと思うね。ダメな人にはあなたのやってることダメですよって言ってあげて、そしてお互いが分かり合えて良くなっていく、それが素晴らしい縁じゃないのかなと思うね。だからあっちゃんもやっぱりその場ですぐこう 言えたらええねんけど、なかなか言うのは難しくて言えへんことがいっぱいあったりするんだけど、ちょっとね、今日いろいろあってライブをしてね、もう心の中に誓ったけど、ダメなものはその場でダメって言っていこうって、もう心に決めた。やっぱりね、悪いことをしてて相手が嫌だなって思ってることをしてても、自分は良かれと思ってやってることがいっぱいあるんだよね。本人は楽しんでるやろうと思ってやってるけど、相手にしてみたら嫌なことがあって、実際それはいじめやったっていうことで多々あるのね。だからあっちゃんはひどいコメント、アンチコメントだから、もうあっちゃんね、ネガティブなやつが大嫌いなんだよ。だからネガティブな話を聞いてると自分の心まで暗くなっちゃうから、ネガティブなコメントはもう消していったり、ネガティブなやつはブロックかけていく。だからってそいつをはぶるんじゃなく、そいつを消してしまうんじゃなく、ネガティブなことを言う人には、自分がネガティブなことを言うたなって悔い改めてごめんなさいって言えたら、あっちゃんは戻す。いつもだからよく言われるんだけど、あっちゃんはアンチが謝ったら戻すよって言ってるんだけど、甘い、そんなことして甘いって言われるんだけど、人との縁ってそんな簡単に切るもんじゃないんだよね。縁ってせっかく何かの縁で結ばれてんだから、その縁を自ら断つってことはダメだよね。あなたのやってることはダメなんだよ。だからちょっとまああなたとは離れますよって言って話すっていうのはいいね。だからバッサリ切ってしまって、もう二度と会いません、一生あなたとは会いませんじゃなく、その場で喧嘩しても、ああごめんなさいって言った時点でもうそこで仲直りしたいね。あっちゃんよくあることやね。もう一生の別れのように喧嘩をすんねんけども、お互いがやっぱりお互いのことで謝ったり、自分が悪いなっていうところは謝って歩み寄ってきたら、あっちゃんを許すようにしてんねんね。あっちゃんはなんで許すようにしてるっていうのは、上から目線で言うかやったら、あっちゃんは人にひどいことをして人を切ることはしないね。自分からお前も一生口聞かへんっていうことって今ないねんね。で、こっちからいろいろなことあって、相手が謝ってきたら許すのね。で、なんでそんな上から相手が謝ってたら許すか言ったら、あっちゃんは相手が勘違いして怒らすことはあっても、あっちゃんが怒ってお前も二度と来んなよって言ったことが今までからないのよ。それは相手が悪いから、お前はひどいネガティブやから来んなよってことは言うよ。そんなのもあるけど、だからあっちゃんから謝ることはほぼないねんね。でもやっぱり何回かに1回はあっちゃんが謝らないといけないことをする場合があるのよ。そういう時は謝る。で、謝っても許してくれへん人って多々あるよ。何回謝ってもあっちゃんのこと許してくれへん人もいてる。でも謝ったらあっちゃんは許すようにしてね。なんでかっていうと、自分がされて嬉しいか嬉しくないか、謝ったのに許してくれへんかったら嬉しくないでしょ。だから自分がされて嫌なことはしないようにしてんねんね。だからね、あんまりそういうひどいことはしない。で、
他に誰その相手がいてない時に陰口を言うてすごい卑劣なことやし嫌なことやしあちゃんしないように思ってんだけど、でもやっぱりそうじゃない人にこう言う場合があるね。それは何かっていうと、その人に伝わってほしい、その人にそれが伝わって変わってくれたらいいよねっていうことで、直接言えへんことを誰か周りでいい伝わったらいいなと思って言う場合もあんねんね。それはあちゃんありやと思うね。ただあってね、どうしてもその会社の上司であったりお客さんであったり、でも言いたいここ変わってほしいねんけどもなかなかやから遠回し人づてに言ってもらうために違う人に言ってみるっていう方法もあんねんけど、これちょっと高度なテクニックやねんけども、そういう方法もありやとあちゃん思うねんけどもね。ただ単に悪口だけ言うんじゃなく、相手がこう改善してほしいな、相手がこうなってほしいなと思って言うのは悪口じゃなく改善点やね。だから厳しく怒っても最終そこで気づいてくれたら嬉しいなっていうことで、あっちゃんはブチブチに切れんねんね。だから今までからようねアンチに切れたりしてキレキレライブをやってんねんけど、あれは自分がやってることはいじめなんだよ、卑劣なんだよ、犯罪なんだよって気づいてよっていう意味であっちゃんは切れてんのね。ただ単にそいつを、罵倒して、ああ嬉しかった、口喧嘩で勝ったでいいえじゃないのね、うん、それでは意味がない。だから人をもうあの人とは口聞かない、あの人とはもうあの要はね電話をブロックしたとか、LINE とかブロックしたらええねんとかっていう話聞くねんけど大嫌いでね。あっちゃんだから今までね LINE とか電話ブロックしたことない、まあ、もちろん電話帳から消すことは多々ある、まあ、そこはね人間関係のねちょっと整理はすることはよくあんねんけどね、もう長年電話取ってへんし、ね、要は、1年来いひん服は来いひんから捨てろってよく言われんねんけどね。あっちゃんには捨てられへんねんけど、まあ、この辺にでもねもう捨てたらええもんがいっぱいあんねんけど捨てられへんねんけど、結構でもね人間関係捨てます。長年思ってへんしもういいか、また連絡来て電話、あ久しぶりって電話かかってきたら、あまた入れたらええだけのことやからねって思ってやったりするんだけど、でもね結構誰かをブロックしたらいいとか、もうそんなんブロックしときとか言って話聞くんだけどしない。 YouTube のコメント欄はブロックします。なんでか、あっちゃんじゃなく他の人たちにも流れ玉を食らうから。 LINE もしね、あっちゃんが誰かと LINE してました、 LINE でいろんな人が来るけどもブロックしない。だからあっちゃんね結構 YouTube のコメントブロックしてる人いて、ブロックコメント欄でブロックするやつおる。なんでかって、あっちゃんだけじゃなくあっちゃんに言った言葉が跳ね返って誰かが傷つく場合があったりね、周りをネガティブにするコメントは見たくもないし見せたくもない、だからブロックするけども、その人からあっちゃんに直接 LINE が来たりメール来たりさブロックしない。あっちゃんの LINE にはブロックリストゼロです。電話帳もブロックリストゼロです。メールもブロックリストゼロです。でも YouTube のコメント欄は万人が見るところやから、みんなに迷惑をかかったからブロックかけていく、それだけのことやねんね。だから直接あっちゃんに言いたい人は直接連絡くれたら全然受けられます。そういう状態ねんね。それを勘違いしてプライベートのところもブロックする人って結構いてんだけど、それすごい危険なことで、一人ブロックすることによってあなたも誰かにブロックされてます。因果応報って言ってね、しっぺ返し絶対来るからね。だからそうやって人間関係を自分で狭めていってんねんね。で結構ひどいのが、あっちゃんの動画っていうのはあっちゃんの視聴者さん、あっちゃんねるのファンの人、ファン同士の揉め事でファンが減ることってすごく嫌やねんね。だからそうやって、それってねはっきり言って言い方悪いけど営業妨害にあったのね。あっちゃんのファンで応援してくれて、あっちゃんがその視聴者嫌やからもう来んなよっていうのはいい、でも他のファンの人がお前来んなよっていうのはちょっと違うんじゃないのかな。であっちゃんがお前来んなって言った人はいいよ別に言っても、でもあっちゃんが言ってないのにファン同士喧嘩して誰かが消えていく、あっちゃんの視聴者を勝手にファンが減らしてんのね。そういうのってやっちゃダメなことやね。これもあっちゃんで例えたけど、これが仕事であってもそうやし、一般の友達であってもそうやし、いろんな取引先であったり上司であったりそういう関係であってね、もう切るっていうのが必要。ただ改善してほしいから言うっていうことは大いに言っていいと思うね。でも改善を求めずにただ単に関係を断ち切るっていうのはやっちゃダメなことやとあっちゃんは思うね。だからあっちゃんはいろんな人がおってね、今もうこうやって喋りながらもいろんな人のねハンドルネームが思い浮かぶ、ブロックしてたりする。でもその中でも謝ってきたらあっちゃんは許す、で許したら許したで、あっちゃんはすぐにそんな人を許すねんなってよう言われる、嫌み言われる。だって人間やから改良改善することってあるやん。その人たちも過去にやったことでごめんなさい、それで何回も騙されてるって、騙されたっていいねん。その時でも一瞬でも心を改めたらその人はいい人やからね。また同じように戻ったら、あまたダメでしたからブロックしてただけのことで、また戻ったら戻ったでかもね。それで構われとってもいい、構わってそんなことしとったら自分に絶対にしっぺ返しが来るから、因果応報っていう言葉はあるからね。だからあっちゃんは人を直接切ることはしない。だからこれがあっちゃんねるの中で起こるっていうのがすごく嫌でね。
だからそういう感じのことをあちゃんは言ってるんやけども、また今日もね、ライブやってたらバカのチャチャ入れがいっぱい来てね、みんなそっち引っ張られていくのね。あちゃんほとんど見てなかったからやんだけど、それに乗っかって引っ張られていた人何かおったね。だからバカ臭いやつらブロックしてるけど、実際ファンであっても今度からブロックしていかなあかんのかな。ネガティブなやつはね、人に見せるとね、ネガティブオーラが引っ張られていくからね。まあ大体ね、ネガティブな人に引っ張られるっていうのは、芯から自分の芯持ってない人がネガティブに引っ張られること結構多いんやけどもね。あちゃんそういう人正直嫌いなのね。言い方悪いけど、嫌いやからって切ることはしないけど、嫌いだよとは言うよこれからはね、あんまりフラフラする人嫌いやからね。まあ過去にも言ったけどね、あんまりフラフラしてる人嫌いだよってそんな感じでね、嫌いやけどさ、ぶった切るかいって嫌いない。だからね、あっちゃんも結構泳がせてるって言い方悪いけど、フラフラしてる人もずっとコメントとかしてるでしょ。別になんてことない。ただネガティブなこと言うと切っていく、でないと周りがネガティブに染まっちゃうからね。だからそういうのが嫌なんでね。だから人をそうやって関係を断ち切る、それも他人にあなたも関係切りなさいとか言って強要するってすごくダメなことやね。多分心、胸に手当てたらね、痛む人がいっぱい出ると思うよ。あっちゃんの周りにもね、そういう人たちがいっぱい出ると思うんだけどね。まあそういう人たちもね、いろいろ考えて人生生きていくっていうのが大事じゃないのかな。あっちゃんはだから、人を切るんじゃなく、まず、その人に気づいてもらうように話をする。そして自分も何か変われるんやったら変わるっていうのが大事なんじゃないのかなと思います。はい、あっちゃん変わらへんとかってよく言うとるけど、それは見えてない人です。いろいろと変わってるはずです。はいまあね、人との関係ってすごい大事だね。縁っていうのはね、なかなか結ばれることはない。でもこの世に生まれてね、何億何十億って今世の中世界によってね、出会うっていうのはすごい確率やね。宝くじ当たる確率よりも少ない確率でみんなが出会ってんのにね、その出会った関係を断ち切るってとんでもないことをしてんのね。それを気づこうね、みんなね。はい、ということでした。ではまたね、バイバイ。